はようございます。速稼塾の久保です。何を隠そう、7月20日、本日ですね、遡ること数年前、2013年の7月20日っていうのは、速稼塾が第1回目の講義を始めたところなんですよね。要するにスタートした時なんですよ。当時、広島市の中区におりまして、広島駅の併設されたその会議室でね、多くの人を集めてやったわけなんですけども、まあ最初は自己アフィリエイトってやつをやりましたんで、皆さんね、私の目の前で売り上げを上げてくださって、皆さん私の目の前でね、わーって歓迎してくれた覚えがありますよね。まあそれから自己アフィリエイトをずっと続けてるのはおそらく私だけではないかなと思いますよね。まあ本当継続の力は凄まじいものがあるなと思いますけども、さあさあ皆さんもね、なんかこう一つことの始めっていうのはどこかにお持ちだと思いますけども、どうしてもね、初心っていうのを忘れてしまうんですよね。で、初心をなんで忘れてね、自分がベテラン気取りでいる、古巣気取りでいるのかなっていうことは、強い自己肯定感から現れていくんではないかなと思います。まあそれからあと、人にはね、尊重されたいって気持ちもありますよね。まあ私は前回と前々回と、実はね、たまになんですけども、あの三味線のね、舞台に上がっている画像とかをちょっとそろそろ上げるところあるんですよ。まあ昨日も上げましたけども、うん、実は私の生活の中心は今、あの民謡とかね、三味線とかってご稽古ごとにありまして、うん、まあ本当にね、あの拙い、演技でございますけども、こう見えてもね、月に一度二度は人前で、大勢の前で演奏する機会をいただいて、そのために、まあ、日夜稽古に励んでるんですけども、まあでも人から見ればね、そんな狭いね、世界で何をやってんだってことにもなるかもしれません。その時にムカムカっと来てね、ムカムカっと来て反論してしまうのか、それとも確かにな、その通りだなというふうにね、また自分を初心に戻せるのかっていうことがあります。職場でも結構あると思うんですけども、みんな入社初日はですね、皆さんよろしくお願いしますって気持ちになるんですけども、まあそうですね、3日とは言わないんですけども、1年か2年も勤めればもう自分の会社がね、自分の所有物であるかのように初心を忘れてしまうんですよね。で、この業界はこんなもんだよって言葉をついつい使ってしまうんですけども、この業界とか言いますけども、業界のことをね、どのぐらい分かっててこの業界って言ってるのかなとかね、10年ベテラン、20年ベテランを差し置いて、2、3年しかね、在位してない人が全部ね、網羅してるような考えになっちゃうのは、ちょっとまあ興味深い思考の働きだなと思いますね。で、私もですね、2013年の7月20日、速稼塾を始めましたけども、まあ、ある意味ですよ。ある意味私は結構プロフェッショナルに来たなというところがあります。ただそれは私がですね、まあ、言ってみればそんなに、ね、強大な敵と戦ってないからってことも言えるんですよ。うん、やっぱインターネットを使いこなしてね、もう 何億何十億と当たり前のように作り上げてる人とか、世界に羽ばたいてたくさんのね、言語やコミュニケーション触れてらっしゃる方から見れば、私はもうしょぼい存在かもしれませんけども、普段私がこういうふうにね、放送させていただいて、まあ、本当にね、例のやつに関しましても1000名前後の方に対して、いろいろとね、ご満足いただいて紹介してよかったなって気持ちもありますし、まあ、FX の動画放送にしても数十名の方がね、熱心に毎日見てくださって、勉強になる、ためになる、実力が上がったというふうに言ってくださる。言ってみれば私の自己肯定感っていうのは、そういうふうな数十人とか数百人に対しての自己肯定感なんですよね。で、やっぱり世界を広く見てみると、やっぱりね、たくさんの方がいらっしゃいますし、ベテランが揃ってるわけですよ。ですからまだ 何者にもなってないなと感じるようなね、7月20日の朝でございました。やっぱ昔のことを振り返りながら、確かに私も速稼塾を始めた初日っていうのは、不安と期待、どちらかというと不安がね、ものすごく大きかったなと思います。まあ今はね、その不安な気持ちはちっちゃくなりましたけども、それは当初持ってた不安の気持ちがちっちゃくなったというよりも、どんどんね、コツ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 毎日を繰り返してきて、やってきたぞっていう自信が大きくなってきたから、相対的に不安がちっちゃく見えるようになったわけで、最初に持ってた不安っていうのはね、何もね、小さくなって消えたわけでも何でもなくて、やっぱりずっとそこにあるわけなんですよね。まあ、その不安に、押しつぶされないように、これからもしっかりとやっていきたいかなと思います。まあ、そのためにはね、これからも皆さんのもとに、足を向けてね、一人でも多くの方にお会いして、一人でも多くの生の声を聞いてみたいなというふうに思うわけでございます。では今日はですね、13時からご訪問を1件いただきます。お隣、岡山県から来ていただくということでございますね。で、明日は町内会の活動をさせてもらいますので、ちょっと一日私は町内に預けさせていただいて、そして7月22日、宝塚サービスエリア15時から、2034フェスですね、ナイト2000で参りますので、
よろしかったらお会いしましょう。あ、田畑さんおはようございます。皆さんもおはようございます。東京にも行きますからね、8月5日東京かな、それから8月25日海老名かなと思っております。ちょっと超確定ってわけではないんですけども、まあ、行くと思います。で、7月23日は西アークラソン、これ岡山県ですよね。岡山県のもう超県北のところでございます。あの暗号通貨の ICO で町おこしをしようかなというふうな、そんなね斬新な考えを持った方がいらっしゃるところですよね。人口1500人ぐらいで第一次産業が主を占めてるんですけどね。あ、ひろこさん、やっぱり、ね、郷ひろみってすごいですね。63歳なのにもうなんか30代みたいな、顔、体、動き、もうね、マイケル・ジャクソンね、すごいですよ。もうひろみ郷に勝てるのはマイケル・ジャクソンしかいないですね。まあそんな感じでね、私も郷ひろみ大好きでございます。コンサートにもね、本当にひろこさんのおすすめもあったんですけども、いや絶対行きたいなと思いますんでね、コンサート情報ちょっと、あ、一緒に行きませんか、もういっそひろこさんまあね、郷ひろみのコンサート私は絶対に行こうかと思います。ここね1年2年の間に必ず行こうかと思います。それではですね、今月の27日の予定も決まりましたしね、27日は3名の方にお会いするようになるのかな、関空ホテルで。で、夕食をご一緒される方もね1人いらっしゃってということでございます。個別で連絡申し上げます。28日からバリ島でございます。では行ってきます。では失礼します。